マッチ棒パズル。正しい等式を作る脳トレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は2×2=4 となり正しい式になりました。第2問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は8-6=2となり正しい式になりました。第3問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は4+7=11となり正しい式になりました。第4問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は4+8=7+5=12となり正しい式になりました。第5問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は、すると 90÷5÷2=9 となり、正しい式になりました。第6問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は、すると99-36=63となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。